はい、速稼塾の久保でございます。まあ振り返ってみると、私が稼ぐ速度がね、他の方に比べて速かったのは、このことネットビジネスに対して言えばですよ、言えばインプットとアウトプットのこのタイムラグが限りなくゼロに近かったことだと思うんですよ。最初のね、ネットビジネスの教材を買った時っていうのは、こっちのパソコンで教材を見て、でその中でね、いろんなね、コーチをしてるわけなんですよ。あのブログはこうやって作るんですよとかね、アカウントはこうやって取るんですよとか、それでやってるわけですよ。それを、まあ、2、3分見ながら一時停止して、こっちのパソコンで、あ、なるほど、こうやるのかっていうふうに、すでにこっちでアカウントの取り方っていう動画が再生されたら、こっちの方でアカウントをすでに取ってるというね、このスピード感覚でこっち見ながらこういうふうにやってたって感じですよね。で、自己アフィリエイトっていう講義が出てきたんで、自己アフィリエイトこっちでやって、あ、本当だって、その瞬間自己アフィリエイトのセミナーをやりますって。だからその日にね、その日にやってるわけなんですよ。このスピード感覚です。でも多くの自己アフィリエイトやってる方は、毎日自己アフィリエイトの案件探して、自己アフィリエイトやったぞ、今日は5000円だ、今日は1万円だ、今日は3000円だって毎日毎日毎日繰り返して、3ヶ月経っても自己アフィリエイトやってて、誰一人に知らせてないんですよ。で、ここまでで私思うんですけども、世の中がなんで良くないのか、良くならないのかってことを、理由2つあるんですよ。1つはね、いいことを知らないんですよ。例えば自己アフィリエイトみたいな方法とかね、 YouTube みたいな方法を、いいことを知らないんですよね。で、2つ目はそのいいことを広めてないんですよ。いいことを自分で止めといて、そのいいことってのを本当自分の世界だけにやっといて、誰にも教えてないんですよ。だから世の中良くなるわけないですよね。だっていいことを広めてないんだもん。もう一回言いますけどね、いいことを知らないこと、知っているのにいいことを広めてないこと、これをすることによって世の中が良くならないってことが起きると思うんですよ。はい、今日はそんな話でしたね。で、今年ですね、私ね、利権を2つ取ってるんですよ。利権、これいいでしょ、利権っていうのは。一つはカジノです。1月にもう海のものとも山のものともわからない怪しい話が来ました。カジノでそこの権利を取って毎月報酬にしませんかみたいなね、なんだこれやと思いましたけど、まあ参加してみました。6ヶ月経ってそれが権利収入になってるんですよ。当時ね、行き当たりばったりですよ。本当にどうなるかわかんない、もう投げ銭ですよ。お金を、契約金を払った瞬間にそれはなくなったもんだと思ってやりましたけども、半年経って毎月毎月入金があるわけですよ。どのぐらいの入金があるかっていうとですね、だいたい18万円です毎月。で、その18万円増えるんですよ、これからどん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 。まあ無制限には増えないですけども、最大で64万ぐらいに増えるんですよね。いや、いいですね。毎月60万、64万が権利金としてずっと入ってきたらいいですよね。で、カジノがなくならない限りこれは入ってくるんですよ。いや、細かくはここでは言いませんけどね、すごくね、美味しい話だなと思いました。もう一個はね、つい昨日から始めた携帯電話利権です携帯電話のその権利金を分けてもらうっていう、そういったね、代理店ビジネスなんですけども、昨日私がね、それをサインして参加して、で、もうすでにね、これやりますよってことを話してるんですよ。というか、その携帯利権の話を一緒に聞きませんかっていうズームライブをして、その場面で私も契約してないわけですよ。ほうほう、なるほどなるほどって、そうなんだって、私もその初めて話を聞きながら、同時に35人の私がズームライブ、携帯電話の利権があるから聞きませんかって言った方、35人ぐらいの方が参加して、私と一緒に初めて聞いてるんですよ。で、私が初めて聞いてる、35人の人も初めて聞いてるの中で、もうすでに紹介が20人起きてるんですよね。20人だから、私が、あ、これいい話だなと思って、あ、私はサインするんでってやるじゃないですか。そしたら他の方も、あ、自分もサインしたいですって感じで、20人ぐらいの方がサインして、はい、もう最初の紹介者、最初のビジネスが成功しましたよね。だから私なんてまだその話を聞くときね、自分が参加するかどうか分かってないわけですよ。ただ話みんなで聞こうよって言って、呼びかけてみんなで聞いて、ふんふん、じゃあ参加しますって言ったら、もう私の最初の系列ができてるわけですよね。私が参加しませんって言っても、誰かが系列作ってるんですよ。どっちに転んでも誰かが権利を得てるというね。で、この権利っていうのは、20名ぐらいの方が参加しましたけども、私これ繰り返し繰り返しこれからもやっていきますね、このズームライブ。そうすると第2回目のズームライブを聞いた方の中で参加者が出たら、最初の第1集団20名の方のダウンラインがすでにできていくって形なんですよ。もうね、これをね、やらずしてなんとやるですよね。私が先頭を切ってどん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 、ついてくる方に道を開いていこうぜっていう気持ちにね、またなってしまいました。ということで、みんなで稼いでいける速稼塾でございます。頑張るぞ。